さあ始まりました。いや来ましたね。来ました。ここあれですよ、なんかお互いがなんかあんまりなんか会社経験あるんですかね。え、なるほどなるほど。ここで始まりました。まあ定石というか、まあ、しっかり下がってますね。基本的には下がってユームは食べて発動して攻める。火力がやっぱりちょっと違うっていうのがあるんで怖いですよ、ね、あ、もう逃さず中継ライダー、これね、先発することも絶対なんで。そうです、これ一回発動するとかなり減る、かなり減るんですよ。画面足を詰めて、またユームは攻めながらの逃げっていう。そうなんですよ。あ、これは大変です。今の戦法とかもう、あれですよ、無理じゃないですか、無理じゃないですか、でも、ゲージあるから。あ、なるほど。あ、なるほど、わかりました。さあ、ラウンド様、アッシー。あの状況から盛り返して。そうですね、まあ、戦いづらいんでね。あ、本当、2段でいいね、2段で。そう、2段でいい。2段でいいですよ。2段で十分。2段でいいんですよ。はい。2段をやってれば、どんどんどんもう精神的に来るんですよ。自分はもう。今ちょっと返してたんですけど、はい、ユミト側が攻撃をガードさせて、ちょっとわかんないわかんないですが、走っていくことがあるじゃないですか。あ、はい、あれ、あれが見えた瞬間にユンは立ちこパンが 4?3?4 ですよ、はい、でそれが確定するんですよ、ね、あら、でそれを見てて、まあ、ゲーム発動っていうのが結構育成は試合内容としてはあるかなっていう。なるほど。さあ、この中継ライダーの再三当たって結構痛い。怖いよ、怖くないよ、怖いでいく。そう、今もアッチさん言ったんですけど、ユムキ一振り空中があるっていうのが、まあそうです。でもユムキとってはおぉ霞焼け。そうです、あ、霞焼けです。あー、これは今のはそうですね、痛いですね、痛いですね。せあ、しかもあそこの選手が殺しときたかった。そうなんですよね。まあ、ユミキは結構入りやすい部類ではありますね。そうそう、浮きますからね、謎に。ああ結構腹減ったアプローチしてきます。ちなみに、はい、ラック君は、はい、そのユミキは結構やりやすい方なんですか。いやー、やっぱりなんか触れたら結局どのキャラも同じなんで。確かに、はあ、まあ青い状態で戦いやすいので、まあまあ優勢には運べると思うんですよ。逃げながら、はあ、逃げながらので投げ前もユミより狭いって言われて、はあ、でユは移動投げもあるから。あ、そうなんですよ。ひたすらチェストさんの話を出してくれる。2段でいい、2段でいい、2段でいい。まあちょっと慣れてくると、まあ、中鉄からちょっと歩いて。そうですね、中パン弱2章が入るんですか。あ、そうですね。まあでも全然時間が十分です。まあその時は弱2章ですね。弱2章は中です。おお、減るな。しかもゲージもしっかり回収してます。そうですね、これで4割弱、3割5ぐらいですかね。そうです。ちょっと右側ゲージがあったのっていうのがあったんですけど、ここでさあ投げていってからの、おー、きっちりきっちりいってますね。下馬評だと、はい、アクスさんがさすがに勝つだろうっていうのは、そうですね、個人的には、まあ、ユンっていうのもあるし、そうですね、コイコが高いんで全然引けるかなっていう。まあそうなんですよね。腹減ったしかない。
さあ、1時になりましたね。これ、開幕の予定が若干、まあ、はい、これだけで、まあ、はい、全て安定なんですけど。そうですね、見た感じ、この国が出てくるんで見えなくて攻めていく。いやそうでもないんですよ。基本的には攻めれないですね。やっぱ触れたら、結構痛いんで。いやー、あれが一番ベストです。あれが安定で減るっていう。ここら辺、これ使っちゃうんですよ、ひよって。確かに、僕も使いそうだね。どうしても殺したいんですよ、うん、だこれ一本次に持ち越せたらだいぶでかいですからね。そうなんですよ、ね、2段でも2段で十分十分ですよ、はあ、まあでも銀座はやっぱり簡単に端から逃さない。そうでいかにこの端の状態を継続できるかっていうのに結構肝が、そうですね、意外と歩きも速いっていうのがあるんで、伊吹側が。さあ、これ、押し切りましたね。ぴったりですね。いや、それだけ、まあ、そうですね、スタッチというよりも、やっぱダメージですね。まあ、硬いっていう、まあ、硬くはないんですけど、減塩食った瞬間に4割達成なんで、減塩の開幕前方ですか、そうですね、減塩からの前方で4割達成したんで、おお、ここで取り返して西川君が2位、大物が足もちょっと、なんか探り探りで、そうですね、探り探りで中で作ると、もう探れなくなりますから、ね、はい。中継ぎとした瞬間にも結構ああ様子おかしいなと、あれ、そうですね。さあ西川君が2位、なんか昨日マニアックスではネクロ、なんか最近ネクロ、そうネクロをなんか浮気してるんですけど、あなんかすぐ被るんですけど、よくネクロ使うってことで、ネクロ結構やらしいじゃないですか。まあそうですね、なんかかなりぶっ壊れますからね、自分が。リターンが出たりとか。確かに。十分ですね、これ。これ2年ですね。画面は結構大きい。最高ですね。これ、読み合いがいろいろ面白いですね。発動して、発動すると、これはちょっと勝負できましたね。さあ、フレーク始まりましたね。ゴールスタンチですからね。そうなんですよ、フレークここが始まりますよ。でもここからまくれますからね。これいいですか、これも3割回収してるんで。あーっと、淳ここで取り返した2-2。さあ、2-2ですもん。こうか、どうやらその今の耐久力がすごいね、あの試合の4割5分ぐらいです、はい、あそこがきっちりきっちりできるようになるとだいぶ処理も本当ですね、上がってきますね。やっぱり完成されると、まあ、こっちの気が楽だし向こうの気ちょっと重くなりますからね。そうなんですよ。さあヒガはですね、回し待つんですよ、ヒガ。あー、そうですね、ほんとに終わらないでも内撃手をずっと待ってたんで、すごい、やりにくい感じなんですね。しかも、なんかその、絶妙な位置なんですよね。そう何やっても、ダメな位置だよね。内撃手の受け取らないから、一番立ってますね。お前ここだろっていう感じで、しかもなんか超足元でなんか隙のないようなところに立ってるんだ。
容易な行動したら、なんか立ち中継しゃがみくらいとかしてるんじゃない。そう、もうくらいかでも決まる。まあそれでもかなりゲージ返しますよね。さあ、どん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 。おっと、やっぱ確定はなかったんですけど、多分前で取ったんですよね。おっと、すごいくぐり方。さあ、次のまあ、おケースがアツさんあるんで、行かないでしょ。ジャンプで、ね、ジャンプで避けれないですかね。いや、でも結構微妙っすね。アツさん、かなり拮抗してます。そうですね、なんか、まあ、私もどうなんでしょう、なんかやってるのかな、最近は。全然、なんか、久々に今日も久々にやったんですよ。ああ、はい、どういうふうになってるあ、本当ですか。自分の性格ですね。それはまあ、もしかしたら近くに部分はちょっとあるかもしれないですね。あの、本人ちょっと言うの嫌だったんですよ。はい。見ました今。今見ました。なんか、不思議な馬作りだよ。クイックが関係してるんでしょうね。あピョンって跳ねますからね。確かに、はい、結構進むんですよね。そうなんですよね。これはまあ、寄せて間違いだ。鎧越しじゃなくて普通の通常技の、はい、打撃投げのあれですか、ライダーライダー、はい、ライダーが本当に機能しすぎて、あ、そうなんですか、何もない、何もないですよ。壊しの届かない位置でライダーとりあえず置いてるみたいな。そうなんですね。で、こちら何か出そうとしてるとライダー引っかかって当たるっていう。あの時マジで本当に選手が下がっちゃうんですよ。もう日向さんそこから引いてるんですよ。なんだという。これですね。そうですね。キチ。キチ。結構いいね。してます。これなかなか。ただあそこで多分差が出ちゃうんで、一本一本捨てるっていうだけで足が上がっちゃう。ああ。そこで止まってる。さあ。ここで三三。シーソーゲームになってますよ。これあれですね、アーチもちょっと想定外というか、まずなんかユーザーがなんかそのどこまでできるんだろうっていうのはあるんですかね、ユーザーに対しては。はい、ユーザーも立ち回りちょっと押されてるっていう感じはありますけど、そうですね、逃がさなかったですね。これがもう本当すごいいいパターンですよ。これアドバンテージ取ってステージも試して、そうですね、前方行っても、はい、それ終わった頃それでダメージ力とか、そういうのまだ言うの苦しいっていう状況が超理想ですよね。そうすると全部思い切って負けバランスね。負けバランスね。うん、ここでも日本ハンターなってるんで。そうなんですよ。おー、しっかり引き寄ってて、きっちり、きっちり。さあ、この日本ハンターを、まあ、分散回しのべるという感覚で、まあ、寄っていけるので、まあ、ちょっと強気に入るかなと思うんですけど、ちょっとここは言うと頑張らないと。そうですね。これ多分もう一個黙るんですよね。そうなんですよ。側はその間にどこまで押せるかっていうか。そうですね、これ面白いんですよ。この距離からどうアップをするか。かなり移動しましたね、今。移動しましたね、今。
がしゃがみたい人ですか、しゃがみたい系のでああ、こうやってると、かすみがあんまりない状況になっちゃうんですよ。ここでかなりアドバンテージなので、誘導は攻めることはあまりしなくて、雪もしっかり追いかけて、そう、皆さん追い能力は結構ないんで、あーっと不用意に技を振ると急にバキッとやられてしまう、三角形にやられてしまう。ここでリードを取る。そうですね、ここ次の一戦大事ですね、本当にマジを切り返していきたいですね、ここでは。イブキの、立ち回り自体が、まあ、どの相手がどのキャラでも下風呂を差し合いで仕込まれちゃうと結構内容できないんですよね。でそれでこの前中継の中段を振っていくようになるんですけど、アクションうまいのはおお攻撃力は上げていく。攻撃力上げ上がりましたね。確かに上がりましたね。パスの前のは浮くんですよ。しっかり。あ、そうなんですか。空中ぐらい待ってるんですよ。で、絶招を決め打ちで出してると、大きい三階反撃に来ちゃうので、まあ、ワンドロしたら、ボタンをなんか止めておかないと、空中相手止めておかないと、ちょっと危ないんですよ。ちょっと怖いんですよ。そこから死ね、死ね、死ねますからね。おっと、順番一緒に切り替えていく。多分気持ち的に落ち着いてきますね。落ち着いてきますね。あの、言うつかりわかりますよね。あの、ここも高いに入れてきて、余裕ありますよ。逆に言えば、アンティって時に、ここ付き合ってるのって、まあ、本当ね、気持ちが伝わったら相当きついんですよ。わかりますよ、そうそう。もっと言うつか、そこら辺ちょっと、あの、気持ちが伝わってしまうのかな。コンボで、コンボですぐはこいつは消えてるなって言ってだから、常に一定のコンボをやってれば相手に何も分かんないんで、変に多速するのも、実はどうかなっていうのはあるんですよね、そこら辺な変な部分何なんですかね、あれで、難易度高いのしくったらしくったらまたひよるじゃんもうひどいね全方もいけなくなるし、あさあ、アクション、あそこ、まあ、できれば一段目前風呂でしゃがみなんですね、はい、いやー、まあ、僕の場合は絶勝ですね、できれば一段目か、風呂はワン風呂、あの、本当は一応最大はワン風呂、ジャック絶勝で、200年のタップに出るんですよ。これで跳ね返るところをやれば中鉄確定します。まあ、一応それが最大なんですけど、まあ基本無理なのでまあやっぱり僕はもうブロブロカード妥協ダイヤンまあブロブロ2勝ですあ一応はブロブロ2勝で、はい、霞を出されちゃうと負けないですか空中で負けないぐらいは位置にもよるんですよね。なんか多数なんかフルヒットする可能性が結構低くてあ、まあ、僕はうまく魂袖で狙いますしっかり寄りましたね。そうですね。徳美さんがしっかりこう出花見をしていくと徳美さんの話によると大阪の方に今いるとかいないとかなんか遊びに行ってるらしいです。エンジョイしに行ってるらしいです。そうですね。さあしっかりちょっと気持ちよかった。そうですね。この中継でいやー関ヶ原ですね。5対4、西川この安倍さんが4ですね。まあ、かなりシーソーゲームになってる状態ですね。ここで、まあ、その安倍さん自体が西川優とやるっていうことがあまりないからどういう立ち回りをしてくるんだろうっていう。インターバル、インターバルなしで結構あ、それそうですね、そのままそのまま行きましたね。だからここでどういう風に安倍さん側がまあこれちょっと余談なんですけども、まあ、今先ほどやった大統領官ですけど、これ実は僕ニットにも教えてもらったんですよ。ニットにも教えてもらったんです
さあここでちょっといろいろいるんですか、共有します、ね、相当気持ちよかったんだよ、ね、なんか走らされてるのマジ気持ちいいじゃないですか。確かに、はい、しかも息吹とか、まあ、ユンヤンもそうなんですけど、最後のスライドジャックシュート決まったら相当気持ちいいですよ。そうなんですよ。あの3番にヒットするだけで相当モチベーションが変わった気分が乗れますか。ワゴン立ち回りも全然強気に出るんですよね。あおっ、きっちり、きっちりしてますね。さあ、ゲージ発動して刻んでいく、刻んでいく。おっと、どうどこで今の、今のラウンド取ってるからこそのできることですね、はい。しばい歴史にちょっとまだなんかまだあれですね、順応できてないですね。で気持ち負けたくない、こいつ負けたくない。まあもちろんそうですよ、足はいつだってそうです。ただ俺まだ、まだ足がまだちょっとあれなんですよ、やってきてないっていうか、俺いつもやってる足で、あのこいつオンになったなっていうのがあるんで、今のか、え、まだない、まだ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 なってないですけど、スッチがあるんですよ、来るあるんですよ。さあ、しっかり取り返して5号、ここでかなり取り返し修正していきたいですよ、ね、そうですね、はい、さっきの来撃をちょっと見慣れてましたね。そうですね、立ち台系で全員に分かる人なので、ちょっと読み合いが回ってきてるかなっていう。さあ、これで11本目ですね。綺麗に半分に割れましたね。かなりいい勝負。あ、そう、こういうふうに言われたい。あ、そう、触れるとこういうことになる。そうなんですよね。で、いけ、そうなんですね、確かに。自体が目も当てられないっていう。まあ、息吹自体も目も当てられないんですけど、まあ、こういうことになる。あれ、今、見ました？今、ブロってました、ね、前の向きでブロってました、そうですね。あれって何ですか、まあ、昇竜ですよね。昇竜をハードワークじゃなくてですか。今、昇竜をワンドロしてローをやったら地上ぐらいしました。あ、そうです、そうです、はい、あ、浮かないですね。確かに、何なんですかね、ウロ、ウロ、何なんですかね。いや、まあ、たまに、まあ、あるということですから、はい、なんかその、切り返して、まあ、息吹じゃないんですけど、はい、ユン対ダッドリーで、はいはい、そのユンナロが追い詰められて、はい、イリクシルシを離すじゃないですか、はい、で、僕が髪打ってるときに、はい、なんか地上にいるはずなのに、こっちは振ってないですよね、はい、ああ、確かに、相打ちになって、ダートとかで、ね、そう、確かにそうなんです、あれ、あ、ちょっと やりすぎですよね、あれ、キチがいいなあ、そうそうあれ、あれなんですよ、あのカニパンの持続位置で削減値が違うんですよ。あ、そうなんだ。あ、超持続当てするとあれ3なんですよ。あれなんか俺しかできねえって分かりますよ。普通なんか単発は1なんで、なんか超持続当てすると俺しかできねえとか言っていうことがあるんですよ。ランドリーそれやつダメですよ、ね、ほんと中継なんか食わなくて本当に痛いですからね。これもセットプレーなんですよね。そうなんですよ。さあ、これもいいですよ、本当に。さあ、なんかちょっと乗ってきました、ね、乗ってきましたね、なんか気持ちが。これちょっと痛いですね。しかもこの大胆スタートでやるっていうのは俺にもできないから。もう6割ですか、ね、やばいっすね。弱点差発で6割ってやばいですね。怖いですけど、アウト、こっから。あ、そう、見えてきましたね。さあ、おー、マジか。おー、これ、拾えました。あー、2分1。2分1。これは、2分1。
いや、今、ちょっと。いやー、今は。相当いろいろありましたね。いろいろ、今の一瞬で。ミラクルがいろいろ起こりました。足足芸人で、ちょっと浮いてるんですけど、あれ、セッション拾えるんですよね。そう、拾えるんですよ。先ほど持ってるんですよね。はい。ああそれくる読みで足ぶったと思うんですよ。僕もそう思います。そしたら、シェアハグチ UK って。いやー、いろいろ。かなりの読み合いが入ってましたね。そうですね。今の、これ。そうですね。現場の方はほぼ原因溜まりますからね。もうちょっとマックス溜まりますよね。マックス溜まりますからね、カクテルヘイブ。しかもサイドハグですよね。サイドハグ。これうまいっすよ、しなみながら。あっ、西川ずなり7。これで、あつし3回、6回の西川7ですね。かなりいい勝負してますけどね。そうですね。かなり結婚してると思います。アツシのオンになる部分がまだ見られないんですけど、今日さっきオンになりかけてましたね。いや、あるんですか、まだあるんですか。そう、イブキ側もかなりスライディングで勇気いるんですよね。まあそうですね、乗っかられちゃうと最大減っちゃうんで。うまいですね。うまい。おお、今のはっきりましたよ。なんかかけてましたね。俺あれ初めてですよ。俺も初めてです。 あれ打てないですね。あれ打てない。前戻されます。どうだったら。はい、さあ来ました。さあ来ました。あもうスタンチ9割です。さあここで1本取り返す。アシュうまいのが、ゲージの発動して最初にコンボが決まった時に EX の、首を右してパンパンパンってこう浮いてる間にゲージを減らすっていう、ここの選択もうまい。相手のゲージを減らすことも考えながらのあのコンボなんですよね。しかも嫌ですか、こういう嫌なわけっつって、ゲージなくなっちゃうよ、早く終われる。乗ってきました。乗ってきました、ね。見えてますね。ボッキャーは分かんないですから、ね。おっと、アクションいいよ。さあ、しっかり。さあ、まだ。まだ分からない。まだ分からない。ゲージも X 側が固まりそうです。あーどうすいません。結構命がけですからね、あれも。確かに命がけですね。お互いボタンを押すのが命がけですよね。そうですね。まあ、ちょっとあんまりやってないのか分かんないですけど、ちょっと手伝うと来歴集の、はい、あれのプロが、以前よりちょっと、どうじゃないかなとは思いますね、僕は。さあ、来た。そう、触れるところですよね。そうなんですよ。今のしゃがみ中継うまいですが、うまい。ブロられてもガードさせてもどっちともいいみたいな。確かに。さあ、減りますね、普通に立ち上がる見ても。本当に致命傷ですよね、結構。フルヒットして、多分現役前方からのコンボぐらいに同じぐらいで減ってますので、って考えると言うのすげえなと思いますけど。そう聞くと、さあ、足が、これ面白い状況になりましたね。おー、やった。あ、でも確かにあのコード強いですね。強いですね。
下手したらこっちのダッシュに対して打撃を利用するともう一回ダッシュしてたんで裏に行っちゃうんですよね。確かにそうですね。発動してもよかったかなと思うんですけど、でも発動したところって生の状態って何ですか、変わるかというと、まあ、劣勢判定ってだけなんでぐらいですね、はい、もうワンタッチで死ぬっていう状況であるならばあまりないなをなさないのかなと、まあ、一応ちょっとは保険ありますけどね。まあ、でも発動してワンチャン、おおおおお、ゆるき言うんですよ、シャオさん、ゆるき言うんですよ。かなり拮抗のいい勝負してます。昔ちょっと怒られたかって言ってましたよ。ただでも最後のガチはシャオさんとしては僕だったらしいです。はい、さすが、さすがですね。伊勢さんもかなり強いですからね。伊勢は端で閉じ込めるのがうまかったって言ってましたんで、やっぱ端で閉じ込めることが結構重要だと思います。ちょっと前方多くてもいいかなっていうイメージなんですね。そうですね。おお。さあ、ですよね。そうですよね。ですよね。これなんですよね。これなんですよ。敵を減らしていくっていう。なくなっちゃうんですよ。ここで取り返して、アツシさん8の西川7ですね。8なんですね。これまくってますね。序盤アツシさんが取って西川が盛り返して、そこからまた。いや西川君はですね、板橋の、ニュートンでは、まあ、有名なんで、ね、今熱がもう一番あるんじゃないかと思いますね。これもかなり高いやん。あとはもう立ち回りと空腹を積むだけの状態なので、空腹を、はい、空腹を積む、はい、上昇感余裕しよう。余裕でもないっすよ、シャオさん。猛暑で鳥を封じ込めるとなると結構めんどくさい。結構めんどくさいですね。かといって猛暑を使うと千葉選手を助かっちゃうので、そこは読み合いというか、その画面の読み合い的な。見てて発想にもいろいろプロセスがあるわけですよ。触れないといけないって。どうしても家に触れていかないといけないっていうか。まあそうですね、じゃあどうしようでも OK ですね。さあ、しっかり一歩と半分で出たので、さあ、足がなんかいいですよ、息に立ってますよ。いいですね、こんなの本数になってくるとお互い血の気が、そう、後半血走ってますね、目が血走ってますね、相当血圧が上がってくるんですよ。おー、うまい。さあ、淳、まあでもあれリーチをかけてきましたよ。でもあれやるしかないですよね。そうね、あそこは完全にあれが正解でしかなかった。9の時ってどう思います？ゆっくりですか？いや、9を取っている状態の時。あ、9、俺は嫌です。嫌です。嫌です。いや、いつか多分嫌だな。先に9って言うから、先にリーチかけてる方が嫌です。嫌だね。アツシさんが今9でリーチですね。西川君7ですよ。うまい。おー、でもここでメール。しかもここで半分ですからね。そうなんですよ。うまい。ここはいろいろお互いミスってましたね。自分で使ってましたね。俺も全然使っちゃってたね。もうこれで、これ半分。うわー、よく見てる。さあ、まあ、半分。まあ、すごい。やべ、無理だ。おっとおーっとー、最後は気持
ちよくなって気持ちよくなって自分を乗せていきましたね、はい、無理にでも奮い立たせていきます言ってこれ大事ですよね。そうね、いかにクソガキになるかとか本当に、はい、クソガキ絶唱とか結構負けますからね、そこから、はい、さあ98、これちょっと気が気じゃないんですよ、お互い発音は結構まだ楽なんですよね。まあ、でもそうなんですよね、気持ち的にそうですね。9は結構ちょっと縮まっちゃうんですよ、僕は。あ、でも全然あっちはそんなことないですね、関係なかったですね。さあ、でもこうなると一気にさあ、これが見えないと、これが、僕俺なんか場外ホームランクラスのダメージだと思ったもんで、あそこの涙が本当にやらしいですね。さあ、しかおー、よー、見てよ、さあ、こうないですね。おー、大丈夫だ、勝負に勝負に行ったんですけど、多分それそう、V スラップですね。勝負に行ったんですけど、多分アツさんもそれやり慣れてるんですよね。そうですね。だから多分コパンしてるから、シャイナーとかシャイナーでしたね。さあ、今までちょっと流れが変わったか。でも元気が。ああ、ツーシー仕上がった。はい、お疲れ様です。それではですね、一言ずついただきたいと思います。面白かったですね、これは。石川君どうですか？